さて今日はですね、自炊教えていただいて、こちらなんだろうな、よくわかんないです。もう香港の野菜ですね、硬いですけど、ピーラーで剥いて、このご飯と一緒にご飯の上で蒸して、そういうことをやろうと思います。香港自炊計画。まあ、こうやって切ったんで、あとニンニクで入れまして、あといただいたこのですね、黒い、なんだか豆、塩豆みたいなの入れていきます。入れました。で、やります。うちですね、アップロードがめちゃめちゃ遅いんですよね。だからこれで試しに来てみたら超早い。なんてこった、毎日来た方がいいかもしれないですね。すごいアップルです。早い、レッドが超早い。もう毎日来るかもしれないです。これでソニーのズーム、これペブルホース入ってますね。いつもの入ってないです。ワンチャインですね。今ベトナム料理屋を探しに来てたんですけど、ちょっと見当たらなくて、本日の一本です。こちらこのモールですね、私好きなモールなんですけど、今日の一本はダンって言うんですね。日本のメガネです。かけ心地がとってもいいんですけど、まあデザインは普通です、こんな感じのメガネです。女性でも行きます。こちらのモールはとっても好きなモールです。ワンチャイとセンタルの間にあるモール。香港も長袖の季節になりましたね。ただ長袖は普通の長袖だと暑いんで、これですね。ちなみにこのこれですね、自転車のラファとポールスミスのなんですけど、ほんと重宝してます。ゴビ砂漠とかいろんなところですぐ乾くし、ほんとこれすごいラファプラスポールスミス。